こんにちは、ザ・コーヒーショップの神保です。今日は一杯取りコーヒードリッパータラチネコニカル30シングルコーヒードリッパーを使ったホットコーヒーの入れ方をご紹介します。この動画は抽出をリアルタイムでご紹介するのでタイマー代わりにお使いいただけます。用意するものはお湯、コーヒー豆、スケール、サーバー、マグカップ、タラチネドリッパー、ペーパーフィルターです。コーヒー豆は 12g、挽き目は細挽きにします。今回の抽出レシピは中入りから深入りのコーヒー豆がおすすめです。ペーパーフィルターは付属の純正品、もしくはお湯抜きの良いアバカフィルターなどを用意してください。ケトルはできれば注ぎ口が細いスワンネックのものを用意。抽出に使うお湯は88度程度のものを 150g 使用します。今回は一杯取り用のドリッパーなのでマグカップに直接抽出しても大丈夫です。それでは抽出を始めます。まずサーバーにドリッパーを乗せ、ペーパーフィルターをセット。角度が60度の円錐型フィルターを2つ折りにしてセットします。上からお湯を注ぎ、湯通しとサーバーの保温を行います。湯通しに使ったお湯を捨て、ドリッパーに細挽き程度のコーヒー 12g を量り入れます。ドリッパーをゆすって軽く表面を慣らしたら、タイマースタートと同時に88度のお湯を10秒かけて 40g 注ぎ、そのまま30秒まで待ちます。ドリッパーの直径が小さめですが、円を描くようにサークルプアで注ぎましょう。注ぎ口が細いスワンネックのケトルを使うとゆっくりとお湯が注ぎやすく便利です。30秒経ったら、そこから10秒かけて 30g のお湯を注ぎます。合計で 70g です。この後は10秒間で 20g のお湯を注ぎ、10秒待ってを繰り返し、残り 80g のお湯を4回に分けて注いでいきます。タイマーが50秒になったら、また10秒かけて 20g のお湯を注ぎます。合計で 90g です。次の4投目からは注ぎ方を変えていきます。円を描くのではなく、中心にお湯を注ぐセンタープアで注いでください。タイマーが1分10秒になったら、そこからまた10秒かけて 20g のお湯を注ぎます。合計で 110g です。5投目はタイマーが1分30秒になったら10秒かけて 20g のお湯を注ぎます。合計で 130g です。6投目はタイマーが1分50秒になったら10秒かけて 20g のお湯を注ぎます。合計で 150g です。お湯をすべて注いだら、あとは落ちきるまで待ちます。だいたい2分45秒までに落ちきるといいですね。今回ご紹介したタラチネドリッパーは、一杯取りコーヒーが安定したクオリティで抽出できることをコンセプトに開発されています。30度と鋭角なので、粉の層に厚みが出て、既存の一杯取りレシピでは難しかったボディ感や、しっかりとした甘さを取り出せることが特徴の一つです。ドリッパー本体に付属されているフィルターは3枚だけなので、それ以降はお好みの円錐型フィルターを2つに折って代用しましょう。今回は細挽きの粉を使用したので、お湯抜けの早いアバカプラスフィルターを使用していますが、中挽き程度の粉の場合は、よりホールド力の高いフィルターを使ってもいいかもしれません。コーヒーの甘さと程よいボディ感が抽出できるタラチネドリッパー、ぜひ一度お試しください。お相手はザ・コーヒーショップの神保でした。